皆さんこんにちは、 MC のあまりです。この番組は各界で活躍する方々をお呼びして、そして仕事の裏エピソードや、そして経験談を語っていただくという番組になります。そして本日のテーマなんですが、華麗なる転身を遂げた男たちということで、こちらの華麗な男たちに集まっていただいております。よろしくお願いします。それではあまりからお二人のことを紹介させていただきます。まずですね、崎本慎介さんですね。こちらはですね、J リーグガンバ大阪に入団した後ですね、株式会社ソウ代表取締役社長となられまして、かなり多くの店舗を展開されているという敏腕経営者でございますね。そしてこちらの芦名雄介さん、芦名さんはですね、電通のコピーライター職を得て、プルデンシャルの営業マン、そして渡米を行って役者として活躍をされて、今はですね、芦名表参道株式会社の CEO を務めていらっしゃるということでございます。まずはですね、崎本さん、はい、この株式会社ソウというのはどういった会社になりますか？貴金属であったり時計であったりブランド品の、リユースを行っている会社になります。買い取りさせていただいたものを、同業者様に売ったりだとか、一般のお客様に売ったりだとかをしています。その売る方法は店舗でもネットでもとか、そこがちょっと私たち特殊なんですけれども、はい、買い取りさせていただくのは一般のお客様なんですけども、はい、販売するメインは、同業者様に対してオークションというもので販売しています。当初企業当時からあまりそこまで体力資金力がなかったので、買ったものはすぐにもう、利益を確定させてしまうという形で、私たちは成長してきたという形になりますね。なるほど、ありがとうございます。そう、芦名さんにお伺いしたいんですが、はい、芦名表参道株式会社というとですね、全くその芦名さんっていうヒントしかないんですけども、どういったこれは会社なんですか？そうですね、仕事内容はですね、基本的には個人事務所って言ったら多分その収入源は分かりやすいと思うんですけど、僕ができることすべてですね、例えばコピーライティングをやったりだったりとか、出演ごとだったりとか、あとは講演だったりとか、要は僕が伝えたいメッセージを僕を介して僕のお金、芦名表参道のお金で世の中に伝えていくっていう。なるほど、ありがとうございます。で、続いてなんですけれども、ドラマチックな経歴を持つお二人です。これは例えばスポーツをやっていて、そっちの道でもまた違う未来があったかもしれないというところなのにもかかわらず、もう別のところに社会に出た時にですね、今の姿って想像ってしてました？私は全くしてなかったですね。あ、本当ですか？はい、私自身はサッカーで、食っていくって決めてたので、もうサッカーのことしか考えてなくて、ただそういう戦力外通告みたいなことを受けた時に、初めて将来を考えるようになり、その時にやはりまずは父親であったり兄と一緒に、一度社会人として経験してみて、そこでできること、何か自分がやりたいことが見つかったら、また次のステージに行こうというふうに考えてます。なるほどです。芦名さんはどうですか？例えば一番最初はですね、アメリカンフットボール部に高校の時から入られて、さらには17歳で日本代表の選手に選ばれていて、そこから電通さんに入って、僕が理想とする男前像に全然ここじゃ及べないなと思ったんですよ。というのはスポーツだったら、崎本さんもスポーツやってらっしゃるので分かると思うんですけど、頑張れば試合に出れるじゃないですか、はい、要は頑張んなくてもお金もらえちゃうっていう評価システムなわけですよ。なるほどなるほど、時間で、ここでいたら僕多分アメフト部だとしても多分練習しなくなるなと思って。なるほどなるほど。じゃあここのプルデンシャルはどういうふうにきっかけがあって入られたんですか？それはですね、たまたまヘッドハンティングの電話っていうのがかかってきたんですよ。僕は電通をちょっとやめて次何しようかなってすごく悩んでる時期だったんで、ヘッドハンティングです、待ってましたっていう感じで。なるほど、じゃあそれは逆になんか来た球をしっかり打ったっていう感じですね。そうですね。じゃあそこで、栄養職じゃないですか、この電通さんの時はコピーライターということなんですけれども、共通点はあったんですか、プルデンシャルさんと前職？一つだけあるとしたら伝えるっていうことですね。あ、なるほどなるほど、はい、でも逆に僕はその営業をやったこともなかったんで、すごく素直にどうやってやるんですかっていうのを聞きまくったっていう。なるほど。
結果そこでいろいろと伝えることですとか学ぶわけですけれども、次渡米するっていうのがすごく僕気になってるんですけど、そこのプルデンシャルでは電通さんで思ったみたいに、このままじゃ自分のなりたい像になれないっていう感じで辞めたんですか、プルデンシャル。そうですね、全く同じなんですか、はい、自分の理想ってのはこう常に進化し続けるんで、僕が一生抜けないわけですよ、この膨れていく理想に対して。だそれを常に追いかけてる感じなんですけど、性格が良かったらお金稼げるんだ、もうお金稼いでる人は性格がいいんだと思ってたんですよ。そうでもねえなと思って。純真だったんですね。あ、このままここにいたらちょっと僕も黒くなってちょっとくすんじゃうなと思って。ああ、なるほどなるほど。でそこからいろいろとやっていく中でハリウッドで舞台に出るというところに行って、今戻ってきていろいろ考え中の今計画中のことがいっぱいあるというところですね。はい、それではですね、今いろいろとお二人のですね過去を振り返っていたださせていただいたんですけれども、ここでお伺いしたいのが、今ちょっと出ましたキャリアのターニングポイント。崎本さん、はい、このターニングポイント、自分が思うターニングポイントってどこだったと思いますか。私はガンバ大阪というプロのチームに入って、でわずか3年で戦力外通告を受けたんですけど、はい、その戦力外通告を受けた時が僕、私の人生のターニングポイントかなと思ってます。だからあそこの決断がやっぱり間違えてなかったなと。でそれを認めさせるというか、うんうん、証明するためにはやっぱり次のキャリアでしっかりこうとことん努力してやっぱりやり続けないといけないなっていう形で切り替えたという形です。なるほどですね。今かなりうんうんというふうにうなずかれてましたけど、やっぱり同じように感じる部分ありました。そうですね、僕はすごく共感したのは、そのスポーツ選手って特に体育会とかでもそうなんですけど、捨てる経験があんまりないんですよね。だから僕も人生のターニングポイントはって言われたら間違いなく電通を辞めた時なんですよ。それまで何かを辞めるってことをしたことがなくて、だから逆に体育会の人間とかアスリートっていうのは辞めるのがすごく下手だと思います。なるほどなるほど。じゃあその電通を辞めた瞬間に自分の心の中に何か変化って起きました。電通を辞めたからにはっていうことですね。ああ、なるほど。まあ社会の人たちがそれをもったいないよっていうのもすごくわかるし、電通だったのにって言われるのもすごく理解できてるので、だからそれを取り返すどうかは自分次第なので、先ほどもまさに同じようなことだと僕は思ってるんですけど、そのサッカー選手を捨てっていうものを捨てたからには、うん、それ以上にいかないとちょっと恥ずかしいなっていう感覚が僕にもすごくあったんで、逆にこのターニングポイントのおかげでこういうふうに自分は変身したよっていうのってあります？まあ、いつ何時事業がどうなのかわからないですし、私自身がどうなのかわからない中で、やっぱり過去振り返った時にあの時こうしてればよかったなっていうシーンが少なければ少ないほど成功する確率は上がりますし、成長できる確率も上がると思うので、なのでサッカーで戦力外通告を受けたことによって目の前のことに危機感を持って取り組めてると。ああ、なるほどなるほど。常に危機感です。もう現状不満足野郎です、ずっと常に。アジナさんはなんかそういった、まあ、今回個人事務所っていうふうな括りなんですけれども、ビジネスで活かせるスポーツ の何か技術というか能力ってあります？ほぼ 100% 活かせると思います。っていうのは、自分がやりたいこととか自分が叶えたい姿っていうのがあるじゃないですか。でそれに対して一番努力が上手いのがアスリートなんですよ。そのために睡眠も管理するし、食事も管理するし、考え思考も管理するし、自分がどう見えてるのかってことも管理するんで、ただなるほど、このビジョンを見せなくされたりとか、うん、あとはその間に上司の邪魔が入ったりとかするんで、なるべくそれがないようにしてくれれば、アスリートはビジネスやっても自分のゴールに最短距離で向かうっていうことにはすごく長けてると思います。なるほど、それすごく面白いですね。うん、